はクルーザーを作っていこうと思います。今ちょっと膝を怪我してて、ちょっとリハビリじゃないけどちょっとプッシュぐらいならそろそろできるかなってことで組んでいきます。今回のセットアップはクルーザーなんだけど、結構普通のスケート、普段乗ってるスケートに近いようなセットアップを組もうと思います。それじゃあ組んでいきます。今回のデッキがインペリアルのワンモーメント、サイズが 8.125 のキープです。普段は8インチ乗ってんだけど、クルーザーってことで少しサイズをでかくして 8.125 にしてます。こんな感じでデッキテープを切って、最後にこの余った切れ端で周りをヤスリがけするとデッキテープが剥がれづらくなります。こんな感じでデッキテープが貼れたので、今度はビス穴を開けていくんですが、ドリルみたいな人はそれ使って、ちょっと今ないので僕はこれを裏から普通のビス刺します。最後にこういうドライバーとかでこう穴をやるとちょっとこう折れるんで、ビスが入れた時に綺麗に入りやすくて、デッキテープがこう盛り上がったりしないんで、結構グリグリってやるのおすすめです。で今回は普段インディとかクルーザー使うんだけど、普通のスケートとほぼ一緒のセッティングにしたいんで、前使ってた余ってたベンチャーのトラックを今回はつけます。ビス締めるときにこっちを回しちゃうと、結構デッキテープがビスの周りはこう周りに盛り上がりやすくなっちゃうので、こっちはほぼ回さずナットの方をこう締めていくと綺麗にデッキを作ることができます。54mm なんで、そのライザーパッドってトラックの間に高さ増すプレートを入れなくて済むんだけど、もしもっとでかいウィルつけるんだったらこの間に入れないとダメかな。プラグのベアリングとプラグのウィルをつけていきます。Step one, wake up early, gonna rise the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
Wake up, today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo.